最近で一番面白かったのはあれだったな。てかよく来るんだけど DM？ インスタグラムの DM？ これ聞く闇なんだけど、なぜかよく来る案件のお話で恋愛リアリティショーに出ませんかっていうのがあるんですね。はい、あ、恋愛リアリティショー、まあ今有名なね、恋愛リアリティショー出ませんか。で、あの条件として以下があります。人と積極的に話せる人、プロポーションに自信がある人、容姿に自信がある人、水着にあってもいい人って感じでも来るの何度目お前。ほんちょあれですよ、マジ DM でもほんとにもでプロポーションに自信はありますかって締めてあって、これさ読み出たらさ、ケビ優しいからさ出してないけど、匿名って言ってるけど、あのセクハラとか厳しいからね、ほんと気をつけた方がいいっていつも。あのリアリティショーどんな感じなん、全部あかんよね。でもちょっとあん言わない、結構大手の大手の会社もケンフィも知ってる番組なんだけど、ああもう大変ですよ本当。まあそのプロポーション以前にその第一の条件、誰とでも気兼ねなく話せることが、まあ、私も合わないんで、もうちょっともう何回も来てるんですけど、あそもそもこいつは無理なんで、ちょっとよろしくお願いします本当に。もう恋愛リアリティショー無理無理最初のお見合い的なところで、うん、あもう自己紹介なんてできるはずないもん、初対面の男女の前で、閉じ込める、もしくは閉じ込められることを生業にしている女には、1週間で浜辺で恋に落ちないといけないというのはなかなかちょっとねきついんで、すいません本当にもう無理です。はい、ちょっと名乗るのもそう下手くそだしマジ無理。